はい、こんばんは。今日はチュールの鶏ささみバラエティを買ってきました。普段はたまごさん鶏ささみと、マグロとカツオを食べるんですけど、この3種類日本海産カニ、イカ、甘エビ、これ食べたことないので今日は1個どれかあげてみたいなと思います。食べるかちょっとわからないんですけど、ではちょっとたまごさん呼んでみます。たまごさん、たまごさん、チュールですよ。たまごさん見て、40本。たまごさん普段あんまり揚げないようにしてるんで、40本は揚げれないんで1本揚げてみます。じゃあちょっと開封します。たまごさんも待ってます。これ普段食べてる鶏ささみですね。賞味期限は大丈夫です。全部同じみたいですね、賞味期限は。よろしく。これは食べてるので今日はあげません。もうぐるぐる言ってます。今日はどれにしようかな。これ美味しそう。タモさん、これ美味しそうね。これ美味しそうね。嬉しいね。スリスリしよう。では、今日はちょっと甘エビの方を揚げてみたいと思います。甘エビでいいですか？ですよね。ではちょっと開封します。はい、では開封しました。鶏ささみ&甘エビ、はい、卵さんこれ食べたことないんでちょっと匂いのチェックだけちょっとしてもらって、もしかしたらちょっとまたおかしいかもしれないんで、卵さんちょっと匂って、あ、ちょっとじらされてるんで、ちょっと今日行儀悪いですね。はい。どう、匂い。匂いさそう。あら、まだお手してないよ。トモさん、お手は。おかわり。あ、ちょうど。じゃあちょっとあげます。トモさん、お座り。ちゃんと匂いチェックして。どう？あ、いいみたいですね。あら、どう、甘エビ。たまごさん甘エビ食べない。たまごさん、たまごさん甘エビよ。あら、これはどういう意味で食べんのかちょっとわからんくなるやろ。嫌いなんよね。腐っととか言えなくて。たまごさんこれ食べて。たまごさん、これやない。たまごさん食べて。これはちょっと稲葉さんが悪いではないと思います。はい、卵さんの好き嫌いが出ました。あ、怒って家に帰ってきました。まず匂って、え、嘘。はい、タモさん帰ってきました。ちょっと、はい、カニ
もうなんか食べない気がするんですけど、これの方あげたいと思います。トモさん、カニ美味しいよ。卵落ちるよ。3種類全滅でした。すごい落ち込んでます。いつもの鶏ささみの方をあげたいと思います。卵落ちるよ。ささみは鉄板ですね。食べます。好き嫌いやっぱりあるみたいで。もう舐めんでいいよ。まあやってみないとわからないんで、こういうものですね。もしかしたら好きだったかもということで買ってみたんですけど、嫌いだったみたいです。うちは定番の3種類を買おうと思います。